モーセの立法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるため、エルサレムに連れて行った。それは主の立法に。 初めて生まれる男子は皆、主のために性別されると書いてあるからである。また、主の立法に言われている通りに、山場と一つがいか、家場との雛庭にを生贄として捧げるためであった。い その時、イエルサルムにシミオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、精霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは、決して死なない、とのお告げを精霊から受けていた。 シミオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために立法の規定通りに権利を捧げようとしてイエスを連れてきた。シミオンは幼子を腕に抱き、髪を叩たいたていった。周よ今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。 これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの本まで,です。父と母は幼い子についてこのように言われたことに驚いていた。シミオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい。 この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められまた反対を受ける印として定められていますあなたは自身も剣で心を刺し貫かれます多くの人の心にある思いがあらわにされるためですまたアシェル族のファンドエルの娘でアナという女預言者がいた 非常に年を取っていて、若いとき年入から7年間、夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ、84歳になっていた。彼女は、新年を離れず、断食したり、祈ったりして、夜も昼も、神に伝えていたが、その時近づいてきて、神を賛美し、許せるもの救いを待ち望んでいる人々、皆に幼子のことを話した。 親子は宗の立法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるカリラヤのナザレに帰った。幼子はタコマスク育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。